明智光秀と丹波福知山をご紹介いたします。企画展福知山光秀ミュージアム、すべてをご紹介するわけにはいきませんが、その一部をですね、ただいまからご紹介していきたいと思います。明智光秀とこの福知山の関係についてお話を進めたいと思います。丹波の国のですね、北部地域の拠点としまして、この福知山城をですね、築くわけなんですが、もともとは横山城という、お城があったわけなんですね。第二次の丹波攻略戦の中でですね、天正7年頃ですね、にこの福知山城を築いたのではないかと言われております。特徴といたしましては、石垣にですね、多くの宝鏡院塔でありますとか五輪の塔の基壇ですね、いわゆる天王石と言われる石をですね、大量にですね使っております。で、野面積みの石垣なんですが、非常に堅固な福知山城を築いたと言われております。そして城下町を当然整備していく。その中でですね、特によく言われているんですが、由良川の本流とそこにまた流れ込みます長谷川、この合流点のですね、ところに堤防を築きまして、城下町へのですね、豪雨災害からですね、守ろうとした。これが現在の明智藪と言われております。さらにはですね、この自死線と言われております現代の小手さんですね、こういったものをですね、免除した。続いてですね、光秀はですね、こういった家中軍法と呼ばれております定め書きですね、現在の法律、こういうものをですね、制定いたしまして、信長の信任を得ておったということが分かるんですが、最後の奥書きにではですね、非常に落ちぶれた境遇からですね、取り立ててもらった織田信長に対する敬意というものがですね、ここに記されておる。非常に貴重なものだと思います。そしてですね、江戸時代になりまして、光秀は非常に福知山の城下町の人たちに慕われておったということがですね、この御霊神社の祭神としてですね、祀られるようになったところからもよくわかると思います。そしてですね、光秀は織田家の中でですね、初めての城持ち大名になるわけなんですね。滋賀郡を与えられまして、坂本城、ここの築城を許された武将なんですね。そして光秀は近畿地区全体をですね、任せられる立場にあった。そしてですね、光秀を取り巻くこの人脈なんですね、軍事だけではなくてですね、文化教養にもすごく才能を発揮しておったということがわかるかと思いますが、天下のですね、三大宗匠と言われる津田宗祇、茶人でもあり文化人であった津田宗祇とも交友関係、あるいは名優だった細川藤孝ですね、この人物も非常に歌人としても有名な才を発揮したんですが、光秀もですね、藤孝に劣らぬ教養を持っておったと、いうことがわかるかと思います。明智光秀がですね、なぜ本能寺の変を起こしたのか、その動機と原因です。これについてはですね、現在もなお解明ができていない戦国史最大のミステリーとなっております。諸説がいろいろあります。その中でですね、有力なものを掲げておるんですが、怨恨説ですね、信長の度重なるこのいじめといいますか、こういうものに対して恨んだんではないか、あるいは信長がですね、天下の悪役であると、悪役非道を繰り返しておったので、成敗をしたという説、あるいは光秀がですね、自らですね、天下に号令するんだということで光秀野望説、このようにですね、さまざまなですね、原因説というのがある本能寺の変なんですね。今なお解明できていない、戦国史最大のミステリーがこの本能寺の変というわけです。福知山光秀ミュージアムは、光秀の丹波攻略戦をまとめましたミニシアター、光秀関係資料を展示いたしました特別展示、こういったものもですね、ご紹介しております。ぜひお越しをいただきたいと思います。